江戸山口の大江戸日記。はい、どうも大江戸日記のお時間でございます。何やろうかなと思ったんだけど、今日の渚優子さん、ベンチャーズやる人はもう、ベンチャーズクラブで欠かすことできない人じゃないですか。3曲出してるんですから。京都の恋、京都慕情、長崎慕情。泉雅子さんと山口健さんは「2人の銀座」と「東京ナイト」で、奥村千代さんは「北国の青い空」、オーヤン・フィリピーさん、まあでも3曲ってのは結構多い方だと思うんですね。今日はその渚さんのお話です。俺一番覚えてるのはね、2007年12月だよ。8日が真珠湾攻撃だから、次の日の9日、越谷の方のでっかい会館でうちのバンドが頼まれて行ったんです。誰から来た話か、三木勝彦さん「薫ちゃん遅くなってごめんね薫ちゃん」遅くなってごめんね君の好きなってあれですね、花は遅かった。ミキさんからちょっと頼みがあると、お姉さんがねだと思うんだけど、ずっと長いこと向こうで越谷のお店をなさってたらしいよ。それを閉めるんで、閉めるかなんかで感謝のつもりでお客さんを招待して、なんかショーをやりたいと。でゲストが渚優子さん、中村明子さん、青い三角定規の西口久美子さん、それでね、木下明さんがいたんだ。アローナイツ歌謡コーラス「尽くして尽くしてみたいから諦めないわ愛したい女ってなんか変わるのよ」。アロナイト献身、俺この歌好きなんですけど、たまにカラオケなんですけど、その木下明さんのゲスト、あとはミキさんも歌ったんじゃないかな。でうちのバンドの役目は、当然うちのバンドの演奏もあるんですけど、渚さんと中村明子さんと西口さんのバックやってくれって。で西口久美子さんはルート66「If You」簡単ですよこれ。スリコーダーラチュセニュリホンタラベロリホンデラナレナリナリリリリロ。あの人ダンスすごいから足こんなもんしてあげて、それ1曲だけで。中村アッコさんはね、当然デビュー曲の「虹色の湖」歌うんですよ。でカンペにコピーしてくれるうちのバンドは B マイナー。虹色のって歌い出した瞬間にしばらく歌ってたの。急にパッて「高い!」えこれだってレコードコピーだ。今私 B フラットなの。先に言っといてくれないとさ困るよねって避けてやったの。そんななんで怒られるのかなと。ちょっと俺はその昔ね、芸能人ボウリング大会で亡くなっちゃった円楽さん、楽太郎師匠と12チャンネルのボウリング大会で最後俺と決戦だったんだよ。最後の3フレームで勝負みたいな。で俺勝ったんだよ。その時俺ね奥歯抜いてて血だらけだったの思い出した。したらねお祝いに優勝って言ったら中村愛子さんがキスしてくれたのほっぺたに、よかったら口じゃなくてねするわけねえから。その明子さんが怒ったんでびっくりしちゃって、そんなこと言われてもさ、だったら最初からマネージャー通じて「今キー半音下がってますから」って言っといてくれりゃいいのやと思ったのね。で次に3曲歌うから渚優子さん伴奏したわけよ。でやってたのリハーサルで。したらいきなり渚さんが後ろ向いて「江戸さん甘い!」って言ったの。これメンバー全員覚えてるんだけど「エルさん甘い!」って言うから「おいお前みんな聞けよお前渚さんに俺たちの演奏甘いって言われてるんだバカ野郎しっかり気合い入れるよ」って「そうじゃないのはいとってもスイート」あそっちの甘いかみたいな要するに俺ギター1本でリードがだからうちはスリリズムのギター1本で俺一生懸命こう取ってくるわけじゃないしたらほらやっぱり俺歌謡曲好きだからそれ匂いがあったんじゃない、はい、覚え記憶にはないんだけどしたら「甘いわよ」って言われたからびっくりして「俺たちおい甘いって言われたんだお前渚さんに」って言ったら「そうじゃないの今までこんな少人数のコンボでこんなスイートな演奏伴奏してもらったことない嬉しかった」ほらバンマスのセンスが光るそれはコピーするには4人しかいないじゃん、うん、こんなのが入ってたりさなんかこんなのが入ってるじゃないそれギター1本でやるっていうからこれはもう私のそのバンドで処理するアレンジ能力だろう嬉しかった記憶があります、うん、渚さんはねそうそうあの人沖縄なんですよお母さんが お父さん京都なのだからすごい聞いてたら子供の頃ね沖縄民謡とかね琉球の舞踊これすごい練習させられたらしいですよでそのまんま京都に住んでたから64年昭和39年か久場久しい葉っぱに真鶴半島の真鶴と書いて久場真鶴という芸名で19歳でデビューするんです一応芸能事でデビューするわけほんで翌年65年って昭和40年マヒナシタンスいいじゃないですかあれの前歌かなんかで歌を歌ってたらしいのねただそのマヒナの和田さんリーダーに「何だったらさ東京行けば?」って言われて和田さんの勧めで和田博とマヒナシターズの和田さんの勧めで上京して浜口蔵之介さんに弟子入りするんですそんでハワイアンレッスン受けるわけそんでハワイアン歌手としてデビューが決まるだからハワイアンの世界で結構有名だったんだけど66年昭和41年渚優子って名前に変えるわけ最初優雅な夕方の夕だったそしたら、ね「日没だからよくない」って言われてひらがなの「優」にしてでこれの名付け親がねマヒナにいた松平直樹さんブルーロマンのねそう名付け親ほんで67年昭和42年タイガースとかテンプターズがこう絶好調の頃にハワイアンで「早くキスして」でタイトルを出すんですこの作曲家ですね大橋哲夫さんハニーアイランダーズの例えば大橋さんって言ったら加山さんの「もしもこの服」を作ったりとか、有名なの「秋の夜は更けてすだく虫の根に」してみますか「疲れた心」我が家の窓辺4度進行だったかな静かに静かにかな幸せはここに大ヒット裕次郎さんも歌ってますもうこの大橋哲夫さんがこの曲を作って早くキスしてで売れなかったでハワイの世界じゃまあまあ知られてるそしたら今度は70年3年後昭和45年にベンチャーズが作った「京都の恋」が大ヒット85万枚んで同じ年に「京都慕情」これも織り込んでガンとこれ一躍ドーンとハワイアン出身の一流歌手でベンチャーズは詩がないんでこれはディレクターだった林春夫さん「春に生きる」が作詞をしてでベンチャーズ作曲。85万枚ってすごいよねこれは6枚目のシングルだったのかなだからハワイアンからデビューして6枚目の「京都の恋」でドンといったで7枚目が「京都慕情」「あの人の姿懐かしいほんたらピエタタ東山」これ伴奏難しかったよ今思い出したで8枚目はこれですよ「よぎりに隠れた」あの恋はだけ聞かれらない一人さいさい果ての町最果て墓場、これはもう林さんの作詞で堤小平先生で売れたんで、次の日が雨の日のブルース、これは橋本淳さんと堤さん。小雨に濡れている夜のすいません、小さな坂道のクラブ、寂しい足音を響かせてだ、私は一人暗い豚が語るスモーキー雨の日のブルース、これも売れました。これカラーコードスイマー今でもいます。そんで10枚目が長崎墓場だったんです。俺はこの歌を歌うんですけど、カラオケでこの歌を歌う人はまずいない。京都の恋と京都墓場を歌う人いるんですけど、あと最果て墓場雨の日のブルース、なんか寒いな、家なのに寒いっておかしいよね。これを今日は生で歌いたい。渚さん B マイナーなの。当然4個上げぐらいで歌えばいいんだけど、カラオケなら家だから1個上げの D フラットマイナーでこういう感じなのかな。鼻声になっちゃったな。寒がりなんですよ、年寄りだから。じゃあ、お別れに、林春夫さんベンチャーズ、川口誠先生編曲、1971年10枚目の渚優子さんのシングル「長崎墓場」いきます。丘に登れば外人墓地あたり、泣いているような裏紙の鐘は響く。後ろ姿だけを追いかけても呼べただ涙が残るだけ。愛を交わしたあの日の幸せをあなたは忘れて、長崎は帰らない。心はそうだ。いいか。日本人じゃ覚えつかないこれ。遠くに浮かぶあの外国船に心奪われて、見知らぬ国へ行きたい。後ろ姿だけを追いかけてもただ涙が残るだけ。雨にまどろむ濡れたオランダ坂、一人歩きの港へ行く石畳。お知らせです。ということで難しい、歌えると思ったら歌えないってあるんだね。あ、危ない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 って言いましたけどね。ということで、お楽しみいただけましたでしょうか。今日は渚優子さんでした。どうも。チャンネル登録よろしくお願いします。